次のミッション何どんなに辛い時でも。あ高橋だな、こいつ。えどういうこと何すんのあ、恥ず日しかない。じゃあ、とりあえず昼、昼だな、昼。真昼のガサ入れ。チビチビ どこだろうあ、いたいたもう見っけた <laughs> 何あそこ特等席なのかわいい。やばいよーやばい,やばいよーやばいよーかわいい。かわいいよーちびねじ大好きなんだけど。ちょっと待って、じゃあちょっと日記覗こうか、チラッとね。チラッと覗こう。なんかヒント隠れてるかもしれないからね。あー。僕って情けない、みはるの写真を眺めてため息つくなんて。 うん、こればっかりは高橋に相談するわけにもいかないし、はぁ、あ。16日、寂しい時、立場の弱い時って惨めだ。だから虚勢を張って、まるで自分が強い人間のように、余裕のある人間のように振る舞わなければならない。僕、だけど僕にはそれができない。いいんだよ、できなくって。もうそのままでいいんだよね、ねじは。はい、いいこと言った。え、待って待って。高橋来るんでしょ高橋のためになんかしたりするあと、これなんかできるかなこの、 演劇の件あ、何もできないわ <laughs> えこれ鍵かけたらどうなんの高橋がさ窓からやってきたりすんのかなちょっと他も見とこうか高橋が窓からやってきたらめっちゃ面白いんだけどサンダルはあーサンダル動かすのもいいけどか一番面白そうなのは鍵かけるやつだよね カバン。特になんもないもんなぁ、この辺も。なんかあんまいたずらできなくなってるね。ちょ、鍵かけちゃおっか。<laughs> 鍵かけちゃおっか。鍵かけちゃおう。わーい。なんか逆に正解な気がしてきたよ。<laughs> ちびねじ2匹。なんかリセットされるよね、月またぐと。セーブするよ。じゃあ、24時、見てみましょうか。 どうなるんだろう深夜の覗き、高橋来るのかな来れるのかな窓からやってくんのかな <laughs> はい、<お>俺だ<ら>高橋振られた振られたお<た> <laughs> だ <laughs> <laughs> おい、寝るなよ <laughs> <わ>あ、ちょっと待って、見えない。あ、高橋、入れたば。高橋。 高橋にピンポン玉投げてやろうぜ <laughs> いや電気つけたらこれ食いちうか電気つけてほしいよない何高橋止めてあげんの<ー>こういうイベントかちょいろいろ。 え、てか、なんか、何も達成になんないけど、大丈夫かなあ、高橋、高橋、高橋にピンポン玉投げないと。高橋え、高橋どうすんだろう止めてあげるのかな追い返すのか。あ、て、達成した。どんなにつらいときでも。おい、高橋。友達だよ、みたいな、うそういうことが。高橋。しょうがないやつだな。あ、ベッドで寝ないよ。風邪ひくぞ。<laughs> 優しいお前は優しいなネジ君優しい,無事がいてくれれななかったらささ今頃俺はさ、うんだよそれ <laughs> 優しい何二人でまたぎゅうぎゅう詰めで寝るの <laughs> やめなそれはネジどうすんのキッチンライトだって。 待って、キッチン、あ、見れるね。どうすんの、ネジは。とりあえず、水を飲むと。<laughs> うんどんな感じいたずらするおでこに肉とか書くかこおい、優しいなぁ。いいねぇ。<laughs> <laughs> まあなんかいい友情関係が見れたって感じかなカレンダー更新いやーどんどん進むな21日5時50分夕暮れ覗き開始なんか特にミッションないよね高橋達成したもんねあまた高橋いんのあ違うこれネジが寝てんのかみはるちゃんがやってきたなネジくんうん ネジくんネジ、ね、くんしおりって誰っこの前偶然留守録聞いちゃったのついに聞いたなんとか言ってネジくんもういいやしおりちゃんと仲良くしてねえ怒っちゃったネジなんで何も言わないの起きてるんでしょネジ、ね、くんもう私とは口も聞きたくないのネジ、ね、くんは もう私の顔あ誰えあの、俺は高橋だけど高橋あ、ねじくんのお友達のあ、あ、やばいあ、あの、私あの、しおりって多分んねじのバイトの後輩だと思いますよあ、バイトの後輩かしおりって子でしょえ、あ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 の、あしおりって子さ ネジのバイト先に最近新人で入ってきてネジがその子にいろいろ教えることになったらしいんだけどその子ってすげえ物覚え悪いらしくてうんざりだって言ってたよネジか高橋優しいじゃん、うん、だからその子とネジがどうこうってことはないと思うんだけどね優しいじゃん高橋んかあの私えっとちゃんと説明してくれるんだいろいろすっかり勘違いしてて <laughs> 付き合ったよことばあち、ね、いろいろっかりね ごめんなさい <laughs> かわいあつきちゃん、ね、<laughs> ネジのやつ彼女いるの秘密だもんな<れ>俺にまであ,あごめんなさいミハルちゃんが謝ることないけどねあでもあ私のこと知ってるんですか知ってるよやばいやばい気になってるんだもんね高橋ミハルちゃんのことこのことをネジ君には内緒にしておいてもらえませんか 私すっかり勘違いしてて恥ずかしいしあうんわかった <laughs> 絶対言わないよすみませんあのありがとういやう別にその何この微妙な空気高橋は美春ちゃんのこと気になってるしネジは何かいないしまあでも誤解は解けてよかったけども大丈夫か今度は高橋に嫉妬する番になっちゃうんじゃないのこれ。 うわあ、複雑だね。そっか、演劇部の後輩かと思ってたけど、バイト先の後輩なのね。しおりちゃん。さっきの、たった30分後だね。ネジ帰ってくんのかな夕食時の覗き。あ、ネジがなんかムカついてる。てか、高橋もいないし、みはるちゃんもいないし。あと30分早く帰ってきてればなー。なんでムカムカしてたのネジは。 日記,日記ってあるんだけど日記ってあるんだけど<ー>えっめっちゃムカついてんじゃん待って日記をクリックしなきゃいけないみたいなのちょっと待って日記書いてちょちょちょねカーソルが勝手に動くのよあよかったよかったんなんだよ高橋のやつ <laughs> どうした くそーめっちゃムカついてんじゃんくソチクどうしたくソ日記書いてんのかな今うんは<ー>るちゃんと喋ったこと知ったのかなえ <laughs> まあ落ち着いてよ。いや気になるな。でもなんか日記書いてるけど達成になんないな。達成とかあんのかな何でもいいや。えー、何が何でもいいのそんな落ち込みなさんだ <laughs>。ちょっとパソコンいじってみる 日記書き終わったけど。まあ、21日はとりあえず日記を書いたよーっていう、そういう話だよね。めっちゃ強気。じゃ、9月22日朝でガサ入れができれば、お、よしよし。日記が見れるね。いや、日記が、日記がどんどん溜まる。よし、日記行こう。日記行きましょう。じゃ、9月21日か。僕は混乱してる。 高橋とはるが一緒に歩いてた。あー、見ちゃったか。笑いながら楽しそうに話してた。何なんだ何が起こってるんだ何がどうなってるんだはるまさか高橋のやつと。高橋がはるをそんなバカな。そんなわけない。高橋に電話してみよう。でも。いや、大丈夫だよ。高橋くんめっちゃいい人だから、はるちゃんに誤解解いてくれたからね。いや、思ってたよりはるかにいい人だったな、高橋くん。最初なんか勝手に笑い出すから怖かったんだけどさ。 じゃあ夜電話する感じかなもしかしてじゃあ夜ね夕食時ののぞきまあ、高橋に電話すんじゃないのあイベントだおはい高橋ですお高橋もしもしああネジうん、うん、あのさ前演劇部の染谷美晴紹介してって言ったでしょえああうん <laughs> 紹介してくれるのひょっとして今付き合ってない <laughs> そんなわけないでしょそれはちょっと飛躍してんのて仲いいの何言ってるんだよ話したこともないよあーそれは嘘だな高橋嘘つくのやめてよえ何嘘なんてついてないよ何言ってんだよそ,はだ <laughs> そんなこと言って お前の方こそ何か隠してるんじゃないのなんだよあ怒っちゃったそうなんだそれじゃあいいよじゃあねあ怒っちゃったなんでみんなもうちょい素直に正直に言わないかなまあいろいろ気遣って失敗しちゃってるんだろうなおいネジお前おネジめっちゃ怒ってんじゃん ネジ何かお前 <laughs> せっかく高橋いい友達なのになぁもしもしメジ君みはるちゃんあ,あのごめんなさい私謝んなくたっていいよさよなら早い早い早と散らないでよ,よ話し合おうよ ああいやー切ないななんだこれ <noise> そっか高橋はネジのこと気遣って嘘ついちゃったけどそれが逆にね逆になっちゃったねとにもかくにも、ね、ぎ逃げるのは簡単だよん高橋かえなんか怖いんだけど なんか怖いんだけど今寝てたのって高橋夜まだ見れないからえなんかガサ入れでなんかしなきゃいけない感じかてかもういつの間にか10月になってる <laughs> いつの間にかじゃあ10月9日の夕方ね夕暮れ覗き開始あ電話だ電話だ聞く感じだなこれ。 <の>待って待って、覗きかこれ待って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 あ待ってすごいめっちゃパニックめっちゃ、はい、めっちゃ冷やただいま外出しております発信音の後にお名前とご了件をお願いしますあーーちくてんのにーあーもしもしおいネジいないのかうるせえうるせえうるせえ,うるせえどうも学校行たたれ,くれちゃったじゃないかどうしたんだよどっかで缶詰でもして台本書きに集中してるのかななんだよ。 そんなわけないかもうダイホンダイホンまとにかく連絡くれよろしくかつくない長きめくちゃらく,くれよろしく <laughs> <っ>部屋がめっちゃ汚くなっちゃってる台本なんか誰が書くか演劇なんかやめてるくそちょっとーどっか行っちゃったよあすいませんありがとうございますあ高橋 あれいないのかそっか入れ違いになってんだえこれでベッドに潜り込む感じえわいや私何もできないよなえうんトイレ見たけどいない高橋高橋いいないみたいですどうもすいませんでしたいないみたいです いないみたいですってどういうことえ、待って、時間進みすぎじゃないどういうことどういうこと時に、西暦二千。えええやべ、今日バイトだ。ネジ、ネジ。 あの時、ああしておけば、なにどれ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 なんで嘘 <laughs> 今のエンディングやば、早くない早いっていかめっちゃ怖いんだけど。なになになにセーブしないで、セーブしないで。やばいやばいやばい。えー、怖い今の、何じゃあ、あれだね。きっと高橋とちゃんとベッドで会わなきゃいけないんだ。ベッドで会うってなんかい嫌だけどさ。やばいな。高橋と会わないとあんな、 汚いいおじちちゃゃんになっちゃうのかえ、大丈夫かどっからだセーブ待って電話を押すのか電話を押すのかこれもしかしてあ電話じゃない電話じゃないなこれうわどうすればいいんだこれカーテンじゃないもんなえ待って失敗しちゃった、はい、ネジですたい,いませんいないみたいですどうもすみませんでしたあーそっか私さっき聞き逃したけどもうネジ学校来なくなっちゃったんだそういうことか <noise> あ、寝ちゃった。微妙に違う。何をしたら、何でもいいから押してみよう。何でもいいからクリックしてみよう。なんだ何をしたらいいんだ、一体。ロードア、玄関ドア。玄関とか怪しいけどね。 えー、失敗しちゃった。はい、あっ、楽しいな、今日。えー、やば。ね、どんだけパターンあんのね、もうやだ、やだ。<laughs> 結婚して。うわ、もう無理。もうやだ、もう。やめて。どんだけパターンあんのいや有意義だったな。<laughs> どこが有意義だったのか パターンありすぎでしょう <laughs> <laughs> <え>。はいネジですただいま外出しております発信音の後にお名前とご用件をお願いします、えー、思ったよりあっさりだったなもしもしカーテンかよおいネジ見<ー>ないのか,稲垣さんか今日も学校来なかったみたいじゃないかどうしたんだよどっかで缶詰でもして台本書きに集中してるのかな台本んなんか <laughs> <laughs> まあ、とにかく連絡く。意外と繊細だねネジ君も。こんなに部屋散らかしちゃって。お。出う。そどうした？また寝るの？あ。あ、すいません。ありがとうございます。高橋。よかった高橋。<laughs> 大丈夫みたいです。よどうもすみませんでした。<laughs> よかったーなんだろう泣きそうな管理人さんに頼んで開けてもらったんだよ何やってるんだよネ、ね、ジよかったーこれねこれナビのシーン。なんとか言えようるさいなお前さなんか勘違いしてるんだよ、うん、おい起きろよ帰れよお前とは話したくないいい加減にしろよお前まだ女取られたと思ってんのか話せお前 どれだけみんなに心配かければ気が済むんだようるさいお前に言われたくないよこそこそ人の彼女を奪い取ってああ違うんだよあ何言ってんだお前とミハルが一緒にいるのを見ちゃったんだよ <laughs> この部屋であったから、ね、そういうことかよく聞けこのバカバカ,バカってなんだよお前の話なんか聞かないいいから聞けよ前に俺が酔っ払ってここに来て、うん、そのまま次の日も寝てたことあっただろううるさいな 入れよあの時美晴 <laughs> ちゃんが来たんだよここにえっ美晴がお前バイトの後輩にしおりって子がいいんだろう前にその子がお前んちの留守電に慣れ慣れしいメッセージを入れたかなんかしたらしいんだけど、うん、たまたま美春ちゃんが部屋にいて録音中に聞いちゃったんだってよそんで美春ちゃんどうも勘違いしちゃったみたいなんだよ何をお前がそのしおりってことを浮気をさ、うん、は何？何美晴ちゃんそれを問い詰めに来たんだよ たまたま布団かぶって寝てた俺はお前だと思ってバーって文句言ってたんだよ、うん、俺はそれで目が覚めたんだけど何て言ってたのいやなんかいろいろガーッてガーッて <laughs> でも美晴ちゃんその後すぐ勘違いしてたの恥ずかしいから内緒にしてって結局、うん、美晴ちゃんはお前のことが好きなんだろいや高橋あの確かに嘘ついたのは悪かった、うん、謝る、うん、でもお前も早とちりしてたんだろ、うん、まあ そうかも,もう3人とも勘違いえでも僕完全に勘違いしてたのまったく三人とも勘違いしてたの三春ちゃんといいよく勘違いするよなお前らまあお似合いなのかもなああ高橋は勘違いしてないのか大体なんで彼女できたの俺に言わないんだよそうだってだってなんだよ高橋三春のこと気に入ってたみたいだしまあ言うのもちょっとなんかあれじゃない言わなきゃもっとあれだろ まあいいや明日は学校行くんだろううんうんまったくそれじゃな帰るよもう,もう高橋、うん、ナイスすぎるバイバイよかったあのありがとうはいはいありがとう高橋なに、なんかめちゃくちゃ感動してるんだけど私いいやつ高橋 結局カップルのそういうのに巻き込んじゃったね <laughs> いやでもいい友達がいてよかったわ <laughs> なんだこれあ <laughs> よかったねはいソメヤです今外出中ですあー留守電かみんな自分の声入れる系なんだなあミハルあのー、話があるんだ また電話するそれじゃよかったねうわよかったなんかさなんかさこうこのゲームってさ結構会話がリアルっていうかみんな結構自然な感じの演技するからさなんか余計になんかこううん 感動しちゃうよね。<laughs> すごい、なんかね、くグぐっと来ちゃった。なんか今すごいもう満たされてるから、一旦ここで釘ろ。<laughs> 何分の動画になるかわかんないけど、釘ろ今日はもう、いいわ今日はこれで。はい。ありがとうございました。